リン。待ってたよ。そうか。待たせてすまね。いろいろ道に迷ったみたいだね。ああ。ここに来るまでいろいろあってよ。リン、俺、リンとの約束。ううん。オビトは頑張ったじゃない。ずっと見てたんだよ。行こ。参ったよな。いきなりかっこ悪いとこ見せちまって。少しは落ち着いたみたいだね。さあ、オビト。リン、もう少しだけ待ってくれないか。オビト？あの世に行く間、ほんの少しでいい。もう少し遠回りしていきたいんだ。今度は誰を助けたいの？カカシだ。え？やっとリンと二人きりになれたんだ。すぐあいつに来られちゃ台無しだ。それに、あいつが何もできないで畑に突っ立ってる、文字通りのカカシみたいになってるのは、なんか尺なんだ。いろいろあったけど、やっぱり仲がいいんだね。そんなことねえよ。あいつと俺は水と油だ。それで？すぐに行けるの？ああ。チャクラってのは二つの世界をつなげる力だ。カカシに会ってくるよ。ここで待ってる。悪いな、リン。すぐ戻ってくっからな。行く前にお前がこっちに来ないよう念押ししておこうと思ってよ。せっかく上人祝いのプレゼントでこの目をやったのに、それが帰ってきたんじゃ寝覚めが悪くてよ。ビト、お前つってももうこの世で目覚めることもないんだが。そんなことより、俺はさっきナルトに火影になれっつったんだけどよ。ただそりゃ七代目だ。六代目火影は、お前がなれ、カカシ。まだ就任したわけじゃないが、祝いのプレゼントを先にやっとくよ。期限付きだが、役に立たないものじゃない。わかってるよな。そもそも、他国にまで轟かせた自分の有名を忘れちゃいないだろ。シャリンガンのカカシって名を。行くぞみんな。さすがに無傷じゃいられないはず。
戻れ。何なの。また、でっけえのに。なんだ、狼、タヌキ、ムジナ、ウサギか。何でもいい、これで近づけやすくなった。封印もしやすくなる。これは人型じゃない。母さんの意志で獣尾化したんじゃないぞ。さっきのナルトの攻撃に美獣どもがこうして分離しかかっているんじゃないのか。安定していない。あの白い手に捕まんな。一瞬で取り込まれちまうぞ。しかも早い。分かってる。サスケ、お前の同術でさくらちゃんを。よっしゃ、やったぜ。スサノオ、誰だ。お前じゃねえのかよ。どういうことだ。カカシ先生、オビト、ありがとう。バカな、そんなはずが。おかしかねえだろ。コピー忍者シャリンガンのカカシっていうぐらいだからな、先生ってば。もうシャリンガンは持っていないはずだよ。よくわからないけど助かった。お前も一緒に見ていてくれ。今度こそあいつらを、世界を守る。